それではお待たせいたしました。質疑応答に移らせていただきます。まずは回答者をご紹介申し上げます。はじめに社長の長井でございます。事業方針につきましては、常務の吉岡より。販売方針につきましては、部長の右根より。システム概要につきましては、磯崎より回答をさせていただきます。 ではご質問をお受けする前にお願いがございます。ご質問のある方はその場で挙手をお願いいたします。私が指名をさせていただきます。マイクをお持ちいたしますのでその場でお待ちください。またご質問の際には会社名、ご媒体名、お名前を合わせてお願いいたします。それではご質問のある方、挙手をいただけますでしょうか。お願いいたします。それでは後方 右手後方の男性の方、ただいまマイクお持ちしております。お願いいたします。えー、電気新聞のエビと申します。えー、とパナソニックさんはあの4月にもそのヘムズをすでに発売されていて、それはまだ。あのエコーネットライトは対応してなかったけれど、ソフトウェアアップデートに対応するという話でした。けれど、あの今回発表の製品と同等のものになるという。 理解ででよろしいでしいょうかそれがまず1点あともう1点ですねあの太陽光からあのエコキュートを沸かすっていうあの機能ですねあのエネルギーの地産地消ということでとてもいい機能だと思うんですけれども今のところあの余剰電力っていうのはその電力会社に売ってしまった方がですねあのユーザーさんのメリットっていうのはある状況だと思うんですけれどもその点ですねあの どのようにあのユーザーさんにその訴求していかれるお考えなんでしょうか、その2点についいてお願いしますそれでは私の方からご回答申し上げます。あの1点目にですねあの4月に私の商品名でエコマネシステムというものを発売をさせていただきまして、これはの従来から、ですねあのヘムスの補助金の対象になる前からですね、<laughs> 分電盤のところで電気、ガス、水の見える化ができる機器ということで、えー、発売させていただいてまして、えー、あの4月に出させていただいたのは少しモデルチェンジをさせていただいて、えー、将来あのエコネットライト対応するということなんですけども基本的な機能はですねあのエネルギーの見える化という部分が中心の機器でございます。 あの今回発売させていただきますあのスマートヘムズのシステムに関しましてはあの今日ご説明ありましたように、えー、エネルギーの見える化だけではなくてですねあの機器のコントロールの機能も新しく追加をしておりますあの細かい話をしますと太陽の,のモニターのですね画面のサイズが大きくなったりとかあの見える化だけで見てもですねいくつかあのバージョンアップした機能もございますので今後はですねこちらのスマートヘムズの方ですね 中心ににおおめを図りりたいいなという,ふうに思っております。であの2点目のご質問にありましたあのエコキュートのです、ねえー、太陽光余剰によるわきまし運転の件なんですけれどもこちらはあの趣旨としてはです、ねえー、どちらかと言いますとその将来の地産地消に備えるでありますとかあのまあ太陽光のように CO2 を出さないクリーンな電気で,です、ね、あの少しでもお湯を沸かしたり使いたいと。 いうふうなニーズにお応えするものでございまして、あの経済的メリットから言いますと、あのご指摘のとおりですね、余剰は今、売電した方がまがお得っていうところがございますけれども、あのどちらかと言いますと、そういった経済メリットよりもです、ね、CO2 削減でありますとか、そちらの,あのエコロジーのです、ねえー、ところで貢献したいというユーザー様もあの少なからずいらっしゃいますので、そういう方にあのアピールしてお勧めを図りたいなというふうに思ってございます、えー、以上でございます。 よろしいでしょうかありがとうございました。それでは、他にご質問のある方、挙手をいただけますでしょうか?。それでは、前列の眼鏡をかけた男性の方となります。はい、左手の方です。お願いいたします。日本経済新聞の高橋と申します。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、社長にお伺いしたいんですけれども、その今後の、まあ、先ほど、あの、家にごくある。ごく当たり前にある設備にしたいというご説明がございましたが。 ヘム数のですね、今後のその普及の状況あるいは市場規模をどのように成長していくというふうにご覧になったらっしゃるのかお伺いしたいと思います。あともう一点なんですけれども、ヘム数を導入することによって、えっとどれぐらいのその省エネ効果が見込まれるのか、こちらについてもお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは第1ーマの質問に私がお答えいたします。えー、ヘムスの市場規模なんですけれども、まあ、一応これ、は定量的に私どもは掴んでおりまして、えーまあ、おそらくですね、えーまあ、ヘムスと言っておりますので、当然、えー、ホームエネルギーマネジメントシステムですけれども、あとベムスとか、あるいはま店舗の関係のエネルギーマネジメント、これらをひっくるみますと、これからかなり大きな市場になるというふうに想定をしております。 まあ従いまして、まあ、今回はこのヘムスということでございましたけれども、そこから発展をして、えーまあ、いわゆる非住宅のところにも、いろんな機器をです、ね、応用系として発売をしていきたいなと思っております。でちなみにですね、私どもの今の、えー、パナソニックの ヘムスの販売目標ということでは、一応ですね、13年度、先ほどあのこの ISEG ということでは1万システムということを言いましたけれども、まあ、これの関連商材というものがございますので、それらをひっくるめて13年度で200億円ぐらいのお規模にしていきたいなと、そして15年度にはそれの10倍の2000億、こういった販売まで持っていきたいと、まあ、こういうふうに考えてございます。 2つ目はその時の方からお答えをさせていただきます,すみませんあの省エネ効果につきましてあの私の方からご説明させていただきますがあの今回です、ね、あの出させていただいておりますものにつきましてもあのいろいろお客様の使用状況ですとかあの周りの使用環境によりまして 非常にあの効果の程度がですね、まちまちになっております。ですので、あの今回はですね、あの明確にあのこれぐらいの経済効果があって、何年ぐらいでその消却できるとかいう具体的な数字はちょっとお示しできてないんですが、まあ今後あのまあ特定のですねパターンにおける使い方でこれぐらい出てきそうだとかということは順次ちょっとあのオープンにさせていただきたいと思います。今日のところはそれでご容赦いただきたいと思います。 よろしいでしょうか。ありがとうございました。続いて、ご質問のある方、挙手をいただけますでしょうか。では、前列の右側の方となります。お願いいたします。日本物流新聞の足立と申します。えっと、あの、さまざまな機器が無線が基本だから、配線工事があの必要最小限で済む。っていうふうな話はあったんですけど、これはいつぐらいの御社の製品から、無線が基本になってるんでしょうか。 あの今回、ですねエネマネというエネルギーマネジメントという軸で無線対応しておりますのはあの今回発売させていただく ISEG の関係であの関連の商材でいきますとエアコンに関しましてもですねこの10月あと IH クッキングヒーターにつきましても。 あの10月の発売という形になっておりますあのですからあのどちらかと言いますと今回その無線でこういったつながる仕組みっていうのはあの今回のものをスタートに展開をしているというふうな形ですねあ,ありがとうございます、はい、それとあと1点だけあのいろんな電気メーカーさんからあのヘムスっていうのを発表されてると思うんですけどどこもこう見える化ができて最適制御できてっていう同じような印象を持ってしまうんですけど他社のシステムとここが一番大きな違いだっていうのがあれば教えてください。 あのまあえー概念的にはですね各社さんともいろんな形で導入されていこうとされているんですけれどもあのまあここまでいろんなですねあの機器が具体的につながる形で出させていただくというのは私どもとしてはあのまあかなり業界では進んだ形で出させていただいているかなというふうに思っております。またあの私どどもグループとととしてはですねえどちららかかいますと太陽光発電から あの先に発売させていただいておりますあの家庭用の蓄電池ですねこういったものとかあとその特に私ども従来からやらせていただいております配電設備とかまあどっちかと言いますと住宅設備のインフラにまつわる部分からこういう端末機器家電機器も含めてですねえ進めてやっているということで今後の展開も含めて言いますとあのいろんなですねえ機器がつながって えー、さらにその省エネ効果もです、ね、発揮をするということであったりあの説明の中にもありましたようにあのやはりあのこれエコだけをです、ね、淡々と目指しているんじゃなくてあの暮らしの快適とかあの利便性向上こういったところをです、ね、最終的には目指していきたいと考えていますので、えーまあ、ヘルスケアですとかいろんなそのエコ以外のです、ね、アプリケーションの方も拡充を図りやすい位置づけにいるのかなと。 いうふうなところがですね、私ども全体として見た時の強みかなというふうに思ってございます。まあ、そういうその将来性も含めた部分で少しあのご評価いただければというふうに考えております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。それではお時間の関係上続いてのご質問を最後とさせていただきます。ご質問のある方、では前から2列目中央にお座りの男性の方お願いいたします。 すみませんあの共同通信の早田と言いますが3点あるんですけれど1つ目値段のことなんですがその見える化ができるベーシックなセットで11万という話でしたけどそれはなんかその制御管理とか含めれる高い機種になるともうちょっと値段が高いという話になるんでしょうかというのが1点目でもう2点目があの他社の機器との連携は今あのできるように検討しているとかというあの説明あの先ほど女性の2人の方の説明だと。 あの検討しているという話だったと思うんですが他の他社からもエアコンとか今度出る発表とか出てますがそれが出た時点ですぐに連携というふうにはできないという状況なんでしょうかと3点目があと今後パナソニックさんが出していく家電とか機器というのはこのエコネットライトが搭載されているような機器が標準というか一般的なものになっていくという形なんでしょうか。 えっとまず1つ目のご質問の,です、ね、あのベーシックな11万円という部分なんですけどもこれはあの中心になります ISEG とです、ね、それからあの分電盤のところで電気や他のエネルギーをです、ね、測る計測ユニットと呼ばれる部分の合計がこうなっております ISEG そのものはです、ね、あのコントロールの機能をまあ内蔵しておりますのでこれにあのワイヤレスで周辺の機器がつながっていく。 あるいはあの一部ですね、エコキュートのように優先でつながっていくものもありますが、そういったものが増えていきますと、先ほど説明にありましたように、いろんなコントロールの機能が付加されるということですので、組み合わせによってあの価格はあのまあ前後いたします。ですから、ベーシックな11万円のものにプラス制御対象の機器。 とそれからあのそういったものをコントロールするためのモニターが必要であればまたモニターの部分がまあ必要になるということであの使用状況やあのお使いになりたいその機能に応じてですねいろんな組み合わせができるというふうな形になっております。それからあの他社機器 つながりの部分なんですがあの今いろいろとですね出されようとしておりますものに関しましてはあの出てすぐつながるというのはいろんな接続の検証の問題とかですねえございますのでもう本当に出たらあのプラグプレイですぐつながるというようなことではちょっとなくてですねいくつかやっぱりあの各社さんとやり取りをさせていただきながらつながる環境をまあ用意していきたいなというふうに思っておりますので少しちょっとお時間は頂戴したいなというふうに思ってございます。 エコネットライト太陽の件なんですけれども、私ども、あのこういったあのエネルギーマネジメント関係の危機器に関しましては、あの将来見据えてやはりあの、エコネットライト太陽を基本にしたいというふうに考えておりますので、えー、特にあの国内の展開におきましては、エコネットライト太陽準拠というのをです、ね、基本に今後も考えてまいりたいなというふうに思っております以上でございます。 よろしいでしょうかありがとうございましたそれではこれをもちまして質疑応答は終了とさせていただきます